もあんたが好きだ。大好きだ。はあ、やっと振り向いてくれた？あんたが書いちゃダメって言うから今は我慢してるけどね。平気平気、俺はそんなヤワじゃないから。でもこれだけもう少し塗っといてくれない？自分で塗ったらまた描いちゃいそうでさ。それじゃ、これが治るまでは看病よろしくね、優しいお姉さん。本物がここにいるんだから、テレビなんか見る必要ないでしょ？
ん？ため息なんてついてどうしたの？あ、わかった。ニュースで言ってたあれでしょ。話題になってる俺様とかいう。もしかしてあんたもああいうのがタイプなの？うん、ほんと嘘が分かりやすい女だ。違うってんならどうしてあんなに見入ってたんだ？まったく、俺がそばにいながらよそ見とはいい度胸だな。そろそろお仕置きしとくか。お気に召さなかった？けど俺をその気にさせるのが目的だったなら今回はあんたの勝ちだね。そうそう、ちゃんと俺を見てて。ああ、今は取り込み中だ。いい。で、用件は？そうか。わかった。今行く。ごめん。土曜日なのにそばにいてあげられなくて。急な用事で今から会社に戻らないといけなくなってさ。行ってきます。ああそうだ、社長姿の俺がそんなに気になるなら今度会社に来てみたら？そっか。俺が帰ったらちゃんと戸締まりして、何かあったらすぐに電話して。それじゃあおやすみ。ねえねえ、あの泉社長またゴシップに乗ってるよ。しかも付き合ってた女性を振ったって。これ本当なの？さあね。でも今回のは当事者本人からの投稿でしょ。朝っぱらからトレンド入りしてるのもそれが原因だろうし。当事者？どれどれ。葛西美羽ね、どこかで聞いたことがあるような名前だね。
こちらへどうぞ。坊ちゃんの執務室へご案内いたします。坊ちゃんもちょうどいらしたみたいですね。坊ちゃん、お疲れ様です。わざわざご足労いただきありがとうございます。先生、俺の首に何か？そうだよ、会議が立て込んでてさ、座りっぱなしで体があちこち凝ってるよ。はい、よろしくお願いします。どうぞ。では紹介から。こちらはパックスの広報部の人たちです。まず彼らに事件の経緯を説明してもらいましょう。何か不明点があればいつでも止めてください。何せ今回はあなたが頼りですからね。それじゃあ頼む。まず今回の事件ですが、昨日の未明、笠井美羽という女性が SNS 上にとある投稿をしたことが事の発端となっております。彼女はパックスの泉社長と親密な関係にあったと一方的に宣言し、さらには
社長本人から冷遇されて落ち込んでいるとまで話しているようです。そして本日の午前中、事件はより一層注目を集めました。起因となったのは彼女が新たに投稿した SNS の書き込みで。俺は気にしてないから、そのまま続けてくれ。はい。投稿には社長とのチャット履歴が載せられていて、その詳細はお手元の資料をご覧ください。はい、一応これらの画像に修正の痕跡はありませんでした。ですが本物かどうかは。へえ、なるほどね。マイハニー、心配しなくていい。あいつらに手出しはさせないし、何かあったら俺が養ってやるから。お前は俺の女だからな、ちゃんと可愛がってやるよ。俺の弁護士として、先生はこの内容についてどう思われますか？俺が言いそうだと思います？そう？社長、資料の最後の方をご覧ください。おそらくですが、そちらが今世間で一番関心を持たれている内容かと思われます。つまり俺があの夜に彼女の自宅を訪ねて甘い時間を過ごしてたと？その通りです。ですが相手側には明確な証拠がないそうなので、そちらについては大した脅威にはならないかと思われます。とはいえ、坊ちゃんの直近のスケジュールを考慮すると、こちらが詳細を公開するわけにはいかないので、強気な反撃もできませんね。確かにそうだな。もちろんいいですよ。ただまず教えてほしいのは、彼女が言うあの晩とは具体的にいつの話なんですか？相手の言い分では先週の土曜日だそうです。へえ、土曜日ね。ということは、先週の土曜日に俺が何をしていたのか、先生はそれが知りたいってことですね。まあいいですよ、プライベートの話ですし。
人がいない時にでもまたよろしくお願いします。けど、こうしてたらだいぶマシになった気がするよ。首？ああ、これね。多分蚊に刺されたのかな。俺の血が甘いのか。虫からもよく好かれるんだよね。困ったもんだよ。もしかして変なことでも考えてた？それか、蚊に焼き餅でも焼いちゃったとか？安心してよ。この後は俺が自分で書いたせいだからさ。別にやましいことなんてしてないよ。別にそこまで強く書いてないよ。ここまで跡が大きくなったのは多分俺の肌が敏感だからだと思う。軽く書いただけでも跡が残るんだよね。信じられないなら確かめてみて。ほら、軽く引っかいただけでも跡が残るでしょ。これ消えるまで結構かかるんだ。まあこういうのだったら別にいつでも歓迎だけどね。蚊に刺された跡よりずっと可愛いし。お姉さん、さっきの俺を見る目、ちょっと変だったよ。あのまま打ち合わせを続けてたら、あんたが俺に下心があるってみんなにバレてたと思うよ。冗談だよ。別に隠す必要なんてないし、普通にしてて。
蚊に刺されたとこならもう治ったよ。でもあんたがつけた方はまだ残ってるかもね。シャツに隠れてるから一応まだ誰にも気づかれてはないと思うけど。いや、もう大丈夫だよ。ちょっとした用事もあるしね。いいね。それじゃあ今回もお願いしよっかな。いいね。明日にでも昇進させてあげようかな。どういたしまして。随分と熱心に見てるね。お姉さん、何考えてたの？そっか。ならいいよ。もう準備はできてるから。あんたのこと考えてたんだよ。それが具体的に何なのかは知りたい？入れ。坊ちゃん、そろそろ笠井さんとのオンライン会議のお時間です。ちなみに笠井さんの方はすでにミーティングルームに入っております。わかった。前に指示した通りオフィスのスクリーンにつないでくれ。かしこまりました。
つまりあなた方はこの噂を真実にしたいと。炎上商法でしたっけ。最近はそういった言葉が流行っているそうですね。私個人としては特に意見はありませんが、一人のビジネスマンとして一言はっきりと言わせていただきます。私は自分が損をするような商売はしない。あなた方が今回のことで利益を得たのなら、それ相応の対価を支払ってもらう必要があります。それと私の勘違いじゃなければ、和解条件を提示していいのはこちら側だと思いますが、噂を真実にしてこちらが得をすると本気で思っているんですか。すみません、私が勘違いをしていました。昔の泉さんならこんな噂本気になったりはしていませんでしたから。昔は昔です。今の私はこういったこともはっきりとさせるべきだと考えています。そうでなければ今こうしてあなたと話すこともなかったでしょう。それはつまり、泉さんにはすでにお付き合いをされている方がいるということでしょうか。あなたに教えられることはありません。何か困ったことでもあった？手が止まってるみたいだけど。さっきのこと考えてるんでしょう。付き合ってるかって聞かれた時のことだよ。あんたがそこまで落ち着かないのは、俺があの時二人の関係をごまかしたからでしょ。そう？でも俺の方は結構不安だったよ。ずっと気になってたこともあるしね。
会社の1階で会った時、あんたは俺のことを泉さんって呼んで、俺から距離を取ろうとしてたよね。あれはどうして？お姉さん、お姉さんは優しすぎるのか、それとも自分を過大評価しすぎてるのか。あんたの行動に理由を持たせるなら、それはあんた自身のためだけにしてほしい。気になるなら、どうしてお姉さんは認めなかったの？会社の1階で会った時、あんたは俺のことを泉さんって呼んで、俺から距離を取ろうとしてたよね。あれはどうして？お姉さん、お姉さんは優しすぎるのか、それとも自分を過大評価しすぎてるのか。あんたの行動に理由を持たせるなら、それはあんた自身のためだけにしてほしい。でないと、次はおとなしく会わせたりなんてしないからね。俺が世間の噂に影響されることをあんたが気にする必要はないってことだよ。こういうことに関しては俺はあんたよりずっと強いからね。少し前にそこそこ共感できる話を聞いたんだけど、その中の一節にこういう言葉があったんだ。現実世界の強者は言論界では弱者だってね。少し前までなら、俺があんたに何か悪いことをした場合、ネット上のみんなはほとんどあんたの味方になっていたと思う。けどそれでも、あんたが俺と何らかのつながりがあったと知れた途端、状況はまるで違ってくる。ほら、これがいい例だ。それは比較的に見てってだけの話で、多くの人たちからしたら彼女はほとんど俺と同じ側の人間で、とっくに彼らの仲間ではなくなってたんだ。そして対峙している二人がどちらも高い立場の人間だった場合、世論は比較的立場の低い方を攻撃する傾向にあるんだよ。何せ書き込みした人間が手応えを得やすいのは、結局のところ立場の低い人間の方だからね。そう、身近な例で言うと、あんたがマッサージをしてくれた時、気持ちよくなって俺が見せた反応とか、それから、
あんたが残してくれたこの跡を大事にしたいなって思う気持ちとかね。そんな反応を見たら、あんただってもっとしてあげたいとか、もっと触れていたいとか思うでしょ？パックスの土台は堅実だから、あの程度の噂じゃ俺には何のダメージも与えられない。だから世論の矛先があのモデルの人に向き、結果彼女が受けた影響がコメントをした人々に手応えを与え、言葉の力とやらを実感させたってわけ。これらのことはあんたも経験しうる話だ。俺があんたに合わせて芝居をして、人目の多かったパックス社内で二人の関係を公言しなかったのは、あの場で俺が何かを答えるより不利になりやすい立場のあんたに選択肢を与えてあげたいと思ったからだ。今の説明を聞いて少し気が楽になった？全然大丈夫だよ。名声なんてのは墓標の一つで、人がこの世を去る時に決まるもんだからね。その時が来たら何の役にも立たない。だから俺はそんなものなんかより、あんたが俺をどう思ってるかの方がずっと気になるんだよ。どうぞお乗りください。ご自宅までお送りいたします。どうかしましたか？もしかしてお知り合いの方ですか？もちろんです。どうぞこちらへ。いえ、今のは僕の意思です。時には秘書として自分なりの判断も求められますからね。坊ちゃんと弁護士さんの邪魔をしてしまったお詫びとでも思ってください。
馬鹿げた提案の次は脅しですか。私の弱みを握れる人間なんてそういないと思いますが。ビジネス界で活躍中の泉さんの弱みを握れるなんてとても光栄です。ご紹介します。彼女は私の担当弁護士です。状況が状況ですし、私が損をしないために彼女にもぜひ立ち会っていただこうかと。ええ、その通りです。泉さんがいいお相手をかくまっているとは前から聞いていましたが、はじめまして、弁護士さん。ところで、今まで隠していたお二人の関係ですが、弁護士さんも注目にさらされたら困りますよね。彼女が弁護士さんでよかったです。では先ほどの話を続けましょうか。まず泉さんには起訴を取り消していただきたい。今回の騒動で世の注目を集められているのなら、それはそれでいいではありませんか。泉さんならきっと利益につなげられるでしょうし、そこで我々のことを多少ひいきして葛西を宣伝していただければ、こちらはもはや言うことなしですね。その話を進める前に、まずは私の話を最後まで聞いてください。先ほども言いましたが、私の弱みを握れる人間はそういません。なぜなら握ったところで私に抹消されますから。これは、少し調べさせてもらったんですよ。御社のルールでは確か所属タレントとマネージャーの恋愛は禁止されていましたよね。これらの写真がもし公に出回れば、二人の名声はともかくとして、発生した違約金をあなたは支払えますか。泉さん、私たちもあなたの弱みを握っているんですよ。それでは試してみますか。どちらの方がより大きな損失を被ることになるのかをね。なんならあなたの提案通り、オークションでも立てて彼女をかくまい、持久戦に持ち込んでもいいですよ。あなたはどうします。大方担当タレントを操って出世する算段だったのでしょうが、現状のままでは収入源を失い、巨額の債務を背負うことになる。さすがに心の準備くらいはできていますよね。なんだと。金を持ってるからっていい気になるなよ。泉圭、臆病者のお前に俺を蔑む資格がどこにある。お前みたいな汚い商人がいるから。意味がないのは理解できますが、止める必要までありますか。
もしかして俺が人を脅すのが嫌とか。今は黙ってろ。お姉さん、俺たちの関係は秘密じゃないって今そう言ったよね。証明してみせて。お姉さんは途中で投げ出すような人じゃないでしょ。おっと、ごめんごめん。それじゃあ静かにしとくね。そんなに気になるなら試してみたら。あんたがもう来てるって藤崎から聞いたけど、今日はまた随分と早いね。なるほどね。それじゃ、俺の執務室でゆっくり休んでていいよ。あと1時間くらいで終わると思うけど、まだ一個だけ会議が残ってるから、それまで待ってて。
そんなに背筋を伸ばしてどうしたの？まるで面接を受けに来たみたいだね。もし本当にそうなら、俺は喜んで採用するけど。まあね。その通りだよ。俺たちの関係が公にされるのは別にいいけど、黙って晒されるのも違うと思ってね。だから彼に撮った写真を消させてたんだ。それと彼とモデルの写真に関してだけど、確かにあれも俺が関与してというより、俺が直々に現場を抑えたものだよ。意外だった？大丈夫だよ。それより、あんたは何が分かったの？そんな改まって言わなくてもいいよ。けど確かにお姉さんにはちゃんと慰めてほしいかも。どうやら話してる時にジャケットを忘れちゃったみたいでさ、お姉さんのせいで会議に出てる頑固じいさんたちに怒られちゃったんだよね。そうだよ。お姉さんにだけは特別に、その理由を教えてあげる。大丈夫だよ。俺のオフィスのガラスは外からは見えない仕様だからね。お姉さんも知ってるでしょ？それにあの日の夜、例のマネージャーに見られてるってのに、あんただってかなり大胆なことをしてきたじゃん。会議が終わった後、あのじいさんたちが俺に何て言ったかわかる？そんな姿で会議に出るなんてみっともない、けしからんってさ。え？どうして謝るの？
俺はただ慰めてほしいだけで、謝罪してほしいなんて言ってないよ。あんたはどうして俺が自らあいつらの弱みを探ってたと思う？それは結果よりも過程の方が好きだからだ。例えば自分の手であいつを打ちのめす過程とか、あんたに首の跡をつけられた過程とかね。けどその中で一個だけわからないことがあったんだ。虫が俺の血を吸ったのは空腹を満たすためで、あいつらが俺を狙ったのは莫大な利益を手に入れるためだった。けど、あんたが俺にしたあれは、一体何のため？好き？何が好きなの？俺にいたずらをするのが好きってこと？ならよかった。俺もあんたが好きだ。大好きだ。お、もしかして取り込み中だった？ああ、もうすぐ終わる。ならよかった。最近あんたが忙しすぎて、寂しくなって我慢できずに電話しちゃったんだよね。平気。こっちも休憩中だよ。会議の発表者として一息つく権利くらいあるでしょ。緊張？しないよ。前に立って話すだけだから、とっくに慣れたよ。心配しないで。自分の面倒はちゃんと見てるから。それに今は目立った跡も残ってないしね。ところで、もうしばらく会ってないよね。いつなら会えるの？お、ん？ああ、ごめん。向こうからこっそりこっちを覗いてる社員がいてさ、今離れてったよ。大した度胸だな。後で知らせておかないと、明日からもう来なくていいってね。どう？似てた？俺様キャラ、あんたが喜ぶと思って調べて練習しといたんだ。もちろん冗談だよ。彼らが気になるのもわかる。俺が人前でこんな風に話すなんてそうないからね。どんな風にって言われると、そうだね。好きな人の前で思わず甘えてしまうみたいな。聞こえたっていいよ。この俺を虜にした女性がいるってのはみんな知ってるから。相手の正体を知らないだけでね。だから次はもっと大胆なことをみんなの前で俺にしてみてよ。え？まさかもう想像しちゃったの？それよりお姉さん、あんたの方はどうなの？俺のものだってことみんなもう知ってる？そっか。じゃあ悪い虫を近づけさせないように、次に会うときは、ちょっと派手に行こうかな。なら今晩どう？俺が迎えに行くから、どっちかの家に行こうよ。そしたら、ちゃんと埋め合わせできるでしょ？